信長は長篠の戦いで武田を完膚なきまでに粉砕。もはや天下で彼に対抗できる者はただ一人となった。越後の龍上杉謙信。長篠の戦いの後、謙信は上洛準備を始める。天正五年、ついに上杉軍は上洛を開始。そしてこの機を見計らって久秀が反旗を翻す。久秀は死に三条に籠城し、信長の軍勢を待ち受けた。今度こそ信長の、いや天下の運命を奪うために。反逆の将、松永久秀の乱。おお、光秀、敵城に単身乗り込むとはどういうつもりだ。さては、我が輩と一緒に背こうというのか。やはり貴様も信長を信じられなくなったか。いいえ、信長様に対する忠義はいささかも揺らぎません。ああ、我が輩の周りはそんな奴らばっかり。江戸川である。久秀様、今降伏すれば信長様もきっと許してくださる。もういい、許されるのはもうたくさんだ。帰って信長に伝えろ。もう一度許すと言ったら我が輩は自爆してやるとな。悪党はお好きかね。毒のある奴もお好きかな。おお、宗則、心の友よ。柳生は松永殿にはお世話になってるからね。でも信長に背くなんて思い切ったね。これまでも何度も背いてきた。その度に許すで片付けられてきたのだ。金に閉じ込める、穴に落とす、鉄砲を詰まらせる、どれもチンケで古典的ないたずらだよね。チンケっていうな。どれも今一歩のところまで行ってるんだ。で、ついには本格的な謀反と。今度こそうまくいくといいね。この戦、我が輩が勝てば悪の勝利、我が輩が負けても今度こそ信長は我が輩を許すまい。すなわち、どう転んでも我が輩の勝ちだ。信長はすでに我が輩の術中よ。信長様に逆らうことは許されない。謀反人松永久秀を討ちます。信長のもと指揮を取るのは光秀か。わしは東に陣取る。あやつを狙え。
侵入。はい、はい、敗北条件を説明します。我が軍か息子の被災地が死んだら終わりです。ご愁傷さま。天下の剣だもの、当然さ。待て、相手となる。もうはいらぬか。鬼柴田の首はここぞ。軍、競おうぞ。願いには偽りでしたか。さて、運命だ。
その信長の運命を奪いに参ろうか。開門。おい。サル、失態を犯した光秀に代わり指揮を取れ。皆の者、松永軍を押し返すんじゃ。お見事にござった。覚悟せよ妃で、鋼の因縁に決着をつけてくれるわ。開門。幕に染まれ。天は知っておるぞ。貴様も優しい。特に開門。久しぶりのやつ、おいつ様を狙っとる。いかん、悠長に指揮役にやっとれば。開門。撃ち取ったり。戦を指揮すべき者が単独行動に出たぞ。織田の将どもも戸惑ってやる。秀吉様、悪の手の上で踊らされちゃったか。ここは俺たち軍師が頑張るしかないっしょ。開門。不殺な心情なんだが大丈夫かい。ご詰めを投入する。久秀の増長もこれまで。主の不手際を軍師が挽回する。なんと麗しき主従来。せい救援行運。仕事がなくては悪党と言える。敵将を討ち取ったり。上杉軍はまだか。我が戦力だけでは信長は仕留められる。仕方ない。悠々の操り、剣心だけでも呼び寄せてもらえるわ。天に立てつき世を乱す火種消そう。Thank you.
心中なんだが、大丈夫かい？松永の火星に参ったぞ。あれはどこからどう見ても剣心、止めねばなるまいぞ。開門。愚か者どもが釣られおったわ。それだ、行くぞ。持参した分は乳母たらきで返すのだ。さまざまな光景を漏すが戦力次第は得がたい。涼しい顔の信長が行くよ。あの剣心にあまり近づかれるとバレる。接近する前に背後から撃ってしまえ。ブーシーさん、この勢いを計り損ねるとは。続こう、限りなし。撃ち取ったり。救われたか。敵将撃ち取ったり。我が軍が楽しんでいただけたかな。久しぶり。次はお主の妻の命令を出してやる。結構だ。耐えてやろう。敵将、撃ち取ったり。天下無双の兵が役に立ったかね。やられた諸君、痛かったかね。お相手いたす。いざ、アイラン。ご愁傷様。
なかったか。うめえな。バカな、遅れを取るだと。どうぞ理事長やろう。してやるわ。さすれば運命は我が輩の手の中のままよ。うぬを許そう。ただで助かるのが嫌ならば、そのつまらぬ茶釜一個、代償にもらってやる。断る。この茶釜も、運命も、我が輩のものだ。危ない。背ききれぬ。無価値。みんな死んでいく。私は一体どうすれば。